翻訳ミステリー大賞は、日本語に翻訳された海外の推理小説が、対象の文学賞。海外ミステリーの現役翻訳者の投票によって、対象が選ばれる。翻訳者として読者に読んでほしい作品を選ぶ賞で、ある。2009年に、翻訳家の小高信光、深町真理子白石明、越前都市や田口俊樹によって創設された。 翻訳ミステリー読者賞が2012年度より模様されている。翻訳家の投票による翻訳ミステリー大賞とは異なり、一般読者の投票により受賞作が決定される。翻訳ミステリー大賞は翻訳ミステリー大賞新時ーとが運営しているが、読者賞は別の有志により運営されている。賞の発表は翻訳ミステリー大賞と同じ日に同じ会場にて行われる。 1> 第1回では投票者各自が投票したい作品を1冊だけ選んで投票した。第2回以降は投票者各自に持ち点が与えられ投票者各自が投票したい作品1から3冊に持ち点を振り分ける方式が取られた。なお投票者各自に与えられた持ち点は第2回は5点、第3回は6点。受賞作品は以下の通り。 翻訳ミステリー対象及びこのサイトについて。翻訳ミステリー対象新ケ系ト、2017年11月9日閲覧。第2回翻訳ミステリー対象一次投票のご案内。翻訳ミステリー対象新時系統。2010年11月17日閲覧。翻訳ミステリー対象創設翻訳者有志で引く。ベーバックマシンハット AB。 第6回翻訳ミステリー大賞二次投票のご案内。翻訳ミステリー大賞新時計と2019年4月16日閲覧。今回の第6回大賞からノンフィクション分野でご活躍の皆様のお声もぜひとも伺いたいと考えて投票をお願いしております。2013年度の候補は6作品と発表されたが集計ミスが発覚し、 上位5位までの作品ラインナップが変わることが判明したため、事務局での議論の結果、最終候補作が7作品となった。第5回翻訳ミステリー、大賞最終候補作決定。翻訳ミステリー大賞新事系統。2017年11月10日閲覧。第5回大賞最終候補作変更のお知らせ。翻訳ミステリー大賞新事系統。 2017年11月10日閲覧。第1回本訳ミステリー対象決定。翻訳ミステリー対象審議系統。2017年11月10日閲覧。速報。第2回本訳ミステリー対象決定。翻訳ミステリー対象審議系統。2017年11月10日閲覧。第3回本訳ミステリー対象決定。 翻訳ミステリー対象心事形と2017年11月10日閲覧第4回翻訳ミステリー対象決定翻訳ミステリー対象心事形と2017年11月10日閲覧第5回翻訳ミステリー対象決定翻訳ミステリー対象心事形と2017年11月10日閲覧速報第6回翻訳ミステリー対象決定 翻訳ミステリー対象審議経と2017年11月10日日日覧 AB 速報第7回翻訳ミステリー対象決定翻訳ミステリー対象審議経と2017年11月10日日日覧速報第8回翻訳ミステリー対象決定翻訳ミステリー対象審議経と2017年11月10日日日日速報 第9回本訳ミステリー対象決定。翻訳ミステリー対象真事ケート。2018年5月16日閲覧。速報。第10回本訳ミステリー対象決定。翻訳ミステリー対象真事ケート。2019年4月16日閲覧。大木雄一郎。読者賞とコンベンションを振り返って。翻訳ミステリー対象真事ケート。 2017年11月10日閲覧。第1回翻訳ミステリー読者賞のお知らせ。翻訳ミステリー対象新実系ー2014年4月21日へ覧。AB 第2回読者賞のお知らせ。翻訳ミステリー対象新実系ー2017年11月10日閲覧。投票要項。翻訳ミステリー読者賞情報サイト。 2015年4月30日閲覧。第1回翻訳ミステリー読者賞結果発表。翻訳ミステリー読者賞情報サイト。2014年4月21日閲覧。第5回翻訳ミステリー対象第2回。翻訳ミステリー読者賞決定。翻訳ミステリー読者賞情報サイト。翻訳ミステリー読者賞情報サイト。イト2014年4月21日閲覧。 大木雄一郎。第2回翻訳ミステリー読者賞5例。翻訳ミステリー対象真ケ系ト2017年11月10日閲覧。第6回翻訳ミステリー対象第3回。翻訳ミステリー読者賞が決定しました。翻訳ミステリー読者賞情報サイト。2015年4月30日閲覧。速報、決定。第5回翻訳ミステリー読者賞。 翻訳ミステリー読者賞。2017年11月10日閲覧。速報、決定。第6回翻訳ミステリー読者賞。翻訳ミステリー読者賞。2018年5月16日閲覧。アンソニー・ホロビッツ、山田蘭役、笠崎殺人事件が、第10回翻訳ミステリー大賞と第7回、翻訳ミステリー読者賞を、ダブル受賞しました。 東京草原社、2020年5月4日閲覧。ありがとうございます。